のさ、これ別に今やらなくてもよかったな。後で授業中にやるとか。みんなこっち見てるよ。今さら遅え。いいから堂々としてろ。今の奴ら見たか。昨日スマホで洋食屋を煽ってた連中だ。カイトさんも気づいた。2年2組か。いじめを探すなら有望なクラスかもな。よし、あの教室に最後の1台仕掛けようか。ああ、ただなるべく連中に顔を見られねえようにな。あの、ご苦労様です。今日は空調の点検か何かですか？え、あ、お、おお。すいません、すぐに終わりますから。そうですか。いえ、何も事前に聞かされてなかったものですから。それは俺らもです。こんなお綺麗な先生がいるなんて。いつもの方と違うんですね。それに空調の点検なら先月やったばかりだと思うんですけど。そう言われても、うちは呼ばれてきただけですから。職員の沢と申します。ここは私の担任するクラスです。失礼ですが、誰があなた方を呼んだんです？こちらの理事長から頼まれたんです。てっきり先生方にも伝わってるかと思ってました。理事長からですか？それじゃあもう私はとやかく言えないですね。いや、そんな。あなた方が直接依頼を受けたんですか？ええ、そうなんですよ。いつも我が社がお世話になってます。なるほど。じゃあちなみに、うちの理事長の名前は何だったかしら？理事長のお名前？あ、それなら確か奥田さんでしたよね、確か。ええ、そうですね、合っています。すみません、失礼しました。いや、何いいってことですよ、先生。しかしお美しいですな。私のタイプと言いますか、理想は。作業はすぐ済ませますから。すみません、どうも。これで完了です。いや、どうもお邪魔しました。失礼します。あんた何やってんだよ、海藤さん。仕事で来てんだからさ。今の彼女、昔憧れてた先生に似ててよ。俺には数少ねえガキの頃のいい思い出なんだ。なんだよ急に。俺が悪もん？分かってるって。ちゃんと仕事に集中する。こちらつくもです、矢上氏、どうぞ。ああ、こっちは全部仕掛け終わったよ。我々の方も仕掛け終わりました。海藤さんと体育館へお越しいただけますかな。今ちょうど誰もいません。そこで仕掛けたカメラを見ながら今後の調査方針を検討しましょう。分かった、体育館だな。お疲れ様。カメラは全機正常に作動中。じゃああとはそいつで監視するだけってことか？かもしれません。時に矢上氏たち、一クラスだけカメラを仕掛けた教室がありますね。何か理由でもあるのですか？昨日俺らが街で指導した連中がいたんだ。要注意の問題児だと思ってさ。なるほど。今のところは特に異常なさそうですが。しばらくは様子見か。けどもしこの学校にいじめがあんなら、
確かにこれで引っかかりそうだな。学校ってとこで吸うタバコは格別だね。この背徳感っつうか。今日はちょいちょい浸るね、海藤さん。まあ、俺が通ってたのはこんなご立派な学校じゃなかったよ。1年で中退したし。おっと、マジか。もう見つけちゃったよ。どうした？これは八神氏たちの仕掛けたところですね。2年2組の教室です。やっぱりあの連中だ。やられてんの女の子か。おい、なんだこいつら。うわ、なんか手に落書きしてるよ。油性マジック？よー、タボ、行こうぜ。あいつらぶん殴ってやる。こんな胸くそ悪いもんほっとけるか。ああ、そうだな。待った、ヤガムさん。ん？終わったみたい。奴ら、教室出てくよ。くせえ、周りの連中も何なんだ。みんな腫れ物に触るみてえによ。なんで誰も助けねえ。行ってみよう、カイトさん。この目で現場を見ておきたい。おう。僕らは依頼人に報告を入れておきます。こんなに早く見つかるとは思いませんでしたが、間違いないですね。結果から言えば、この学校にいじめはあったというわけです。どう対処するか理事長と相談しなければなりません。ラボ、さっきカメラに映ってたの、あの子だぜ。近づいて様子を見てみよう。こちらつくもです。八神氏、どうぞ。どうした？今依頼人に報告をしたところです。お二人も来てください。東棟の3階に理事長室があります。了解。どうぞお入りください。あれ？あ、さっきの。いやー、これは沢先生でしたよね。先ほどはどうも。皆さん、探偵さんですか。八神さんと海藤さんです。こちらのお二人のこともどうか内密にお願いします。そうですか、わかりました。担任の沢先生には全て事情を説明しました。八神さんたちもどうぞおかけください。やっぱり。でもこんなに深刻な状況だったなんて。いじめられてるのは幸田真美さん、間違いないですか？ええ、彼女も周りにいるのもみんなバスケ部の子たちです。その仲間内でいざこざがあったのかな。先生もうすうすは気づいてたんですか？高田さんの元気がないことはもちろん。まあ、なんだろうか、連中を定額だが退学にでもすりゃいい。この映像が動かぬ証拠だ。いえ、それはさすがに急でしょう。あと、この映像を証拠とするのはちょっと問題があります。確かに学校が生徒を隠し撮りしてたなんて言えませんもんね。
そして加害者側の生徒たちもまだ子供です。そちらの将来は慎重に考慮しなくては。警察はいけません。理事長はこのいじめをなかったことにしたいんですか？ああ、昨夜は必ず対処すると言ってたがな。もし隠そうとおっしゃる気なら、私にも覚悟があります。隠そうだなんて、そんなことは言ってませんよ。ならすぐに手を打たないと。高田さんがどれだけ追い詰められてるか誰にも分かりません。それこそ今日自殺する可能性だってあるかもしれない。理事長、いじめは被害者と加害者を物理的に遠ざけない限り当事者だけでは解決しないそうです。第三者が入っていかないと。何かの本にそう書いてあったんでしょうね、つくもさん。でも私の経験上、いじめ被害者というのは自分がいじめられていることを人に知られたくないんです。家族にも友達や知り合いにも。だからいじめを受けている子が助けを求める時には、それはもう大変な勇気を振り絞っているんです。なのに第三者の我々の方からいじめを受けてるねと声をかけていいのでしょうか？でも、いや、理事長の言い分もわかる。騒ぎ立てることでかえって高田さんを傷つけるかもしれない。なんだよ、らしくねえな。多忙、目の前で人が溺れてんのに助けねえ理屈なんかねえだろ。だからさ、要は大っぴらにしないでいじめをなくせばいいんだろ。あのクラスで起きてることはあのクラスの中で解決させるんだ。あ？すみません、あなたは探偵ということでしたよね。八神です。いじめをなくすってずいぶん簡単そうに。どういうお立場からそんな大口を叩いてるんですか？何か賞賛があって言ってるの、八神さんは。多分ね。さっきの動画もう一度出せるか？ええ、もちろん。俺はこの映像の中にいじめを止められる存在がいると思うんだよな。どういうことです？私なんかには分かりません。名探偵にご教授いただきたいです。そんなチクチクした言い方。いや、それなりの覚悟で物言ってもらうぜ。いじめを止められる存在ってのは何のことだ？いじめを傍観してる生徒たち、ただ今はみんな見て見ぬふりしてる。そりゃいじめやってる連中は数も多いし、下手にかばったら次は自分が標的だもん。高校生にもなるとその辺まで頭が回るんだよ、大人と同じようにね。あ、じゃあクラスみんなを巻き込んで学級裁判を開くとか。八神さんの言いたいのはそういうことですね。しかしそれだとかなり大っぴらにいじめと向き合う場になりますよね。それこそ高田さんを傷つけかねない。どうなんですか、八神さん。俺が言いたいのは、周囲が何も言わない状況、それがいじめっ子たちを勢いづかせてるってことです。傍観してる生徒たちは女の子がいじめられてるのに何もしてません。無関心でいたり気づいてないふりをしてる。それが一番安全だからです。けど本当は見てて気分が悪いはずなんです。ああ、当たり前だ。もしみんながそれをはっきり口に出して言えれば、いじめをしている連中に気づかせることができます。クラスの中で自分たちこそが輪を乱す裏切り者だと。すると次は彼らが群れの制裁を受ける身です。その時自分たちを危険にさらしてまでいじめを続けるかどうか。ええ、そうかもしれませんが。うん、だとしたら俺たちは何をすりゃいい？
あの教室の傍観者たちに声を出させてやるんだよ。俺たちはその唇を切るだけ。大事なのは最初の第一声なんだ。どういうことなの？つくも、急ぎで小型のスピーカーを何個か用意できないかな。それをバレないよう教室中に仕込む。調達はもちろんできます。ただ僕はまだいまいち矢上氏の計画が理解できていません。かもな。正直俺もうまくいくかわからない。でもやってみる価値はあると思う。いいでしょ。わかりました。では放課後には戻ってきますよ。探偵さんが何する気か知りませんけど、いいですか理事長。私はこのまま何も見なかったように済ませる気はありません。それだけははっきり言っておきます。以前うちで生徒が自殺してしまったと言いましたね。当時沢先生もすでにこの学校の教壇に立っていました。何が原因だったにせよ、身近な生徒の自殺を防げなかったことに今も傷ついてるんです。そうでしたか。私は本校の理事長として彼女を失望させたくありません。よろしく頼みますよ矢上さん。いかがです？問題ないですかな矢上氏。ああ、生徒たちはぼちぼち帰ったみたいだ。お渡ししたスピーカーはお手元にありますね。もちろん。こっちの期待通りの品だよ。ありがとうな、つくも。いえ、その言葉は全てうまくいった後に取っておいてください。教室の方はどう？誰もいない？2年2組ですね。確認してみます。ん？おかしいですな。どうした？教室のではないんですが、一台隠しカメラにトラブルのようです。教室棟の2階階段。故障ってこと？いえ、信号は来ていますので、レンズの前が何かで塞がれてしまったのかもしれません。わかった。どうせ通り道だ。ちょっとそのカメラも見てくよ。どうですか矢上氏、何か異常は？どうかな。ん？これなんだ？何です？レンズにシールが。あ、矢上氏、後ろに人が。ほら先生、この人ですよ。隠しカメラを仕掛けた犯人、盗撮魔です。隠しカメラを見つけた場合、根本的な対処法はそれを回収することじゃありません。レンズの前を隠すんですよ。すると不具合に気づいた犯人はカメラを直すためにのこのこ戻ってくるというわけです。分かったから天様、お前は下がってろ。おい、そこで何してる？だから盗撮魔ですって。どうやらその女子は手だれですぞ。まんまと罠にはめられました。先生、ほら早く捕まえましょう。ちょっと、こら！え？無事ですか矢上氏。これはちょっとまずい状況なのでは？ああ、分かってるって。矢上氏、正面に体育館の屋根に登るはしごがあります。ひとまずそこに向かってください。わかった。矢上氏、学校から警備会社に通報されてしまいました。これから応援の警備員が駆けつけてきます。そっか、とりあえず了解。